続いての部屋ですね。いつも胸を張っているのは100センチメートルの脅威の見せびらかしさ、トゥースオードリー。出たオードリー、やったー。小島よしおさんに次いで2番目に実は多いんです。あ、前回数。そうなの。男性からの支持が多いが、子供にはいまいち。あ、でもわかる。ちょっと覗いてみましょう。よし。あ、来た来た。あのベッキーが好きやねんて。あー、なるほど。まあ、春日的にもベッキーさんはありですね。あ、上からですか。上からですね。上からでしたね、今の。でもね、私後ろの方の方が好きなんです。あら、やばいぞ。何なんだよ。え、恥かかさないでくれよ、テレビで。さあ、それではご覧いただきましょう、はい、オードリーです、どうぞ。どうも、よろしくお願いします。今日もね、漫才頑張ってやっていきたいなと思いますけどもね。落ち着いてください。春日はどこにも行きませんよ。どっか行ってほしいんですけどもね。今日もね、若林春日で、やっていきたいと思いますけれどもね。そろそろ結婚してもいいかなと思ってな。何言ってんすか急に。お前結婚できないでしょ、テクノカットで。気持ち悪いお前。おい、俺を見くびるんじゃないぞ。見くびんじゃないと。お前じゃ結婚してくれそうな女の子とかいんのかよ。お前いると言ったら嘘になるな。じゃあいねえんじゃねえかよお前。なんで俺のことを泳がしてんだてめえ、この野郎。ただ結婚するためにいい方を考えてある。いい方を考えても無理だよお前に。結婚は春日の嫁募集オーディションをやるぞ。誰が応募すんだよそんなの。皆さんにチャンスがありますよ。大ピンチだよバカ野郎。春日の夢募集、春日の夢になれば幸せになれる、このメールを不特定多数の人に送るぞ。迷惑メールじゃねえかお前。絶対応募する。いや誰も言ってねえだろお客さん、そんなことよお前。頑張るんだよ。何やってんだ一人でよお前よ。上は60歳までだ。だいぶいけるなお前。広すぎるだろちょっとお前。60歳以上の方は来世でお会いしましょう。来世でもやんのかこのオーディションよ。私は対象外かい。いやそんなおばあさん来てねえだろ今日よ。ごめんなさいね。何やってんだ一人でよお前は。エントリー料は3000円だ。金取んのかよお前。余計来ねえぞお前。そしたらしかし、40歳以上の方は2000円オフ。熟女好きじゃねえかよお前。なお、有名人の方は事務所の了解を得てからご応募ください。有名人で誰が来んだよ応募に。お前落合の神さん、ご応募待ってます。熟女好きじゃねえかだからお前。若林うるせえぞ。お前だようるせえの。春日がうるせえぞ。お前絡みづらいだ。お前だよバカ野郎。お前と同じことやったんだよ今俺はよお前よ。絡みづらいんだったら他の相方探せよお前バカ野郎。お前さ本気で言ってんのか。本気で言ったら何年もこんな一緒に漫才やんねえだろお前。春日の嫁になったら得点があるぞ。得点って何でそれ。なんと、春日の子供が産める。得点だよそれは。じゃあ私が産む。言ってねえよ私が産むわ。何よ不細工。あんたの方が落ち着いてください。もういいよ。ありがとうございました。バイ。いやでも素晴らしい、ほんまに勢いがあるね。ちょくちょく見るけどモノマネもね2人。あ、そうです。やらせてもらってます。やってるんですよね、はい、ちょっといい。あ、いいですか。お願いします。バズーカで撃たれた時の藤岡弘と中尾明。ドカーン。おい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 、派手にやってくれたね。素晴らしい。そんなめちゃめちゃ大したネタではないですけど、ガッとこうオードリー今の勢いでグッと持ってきますよね。あと春日は、おい、貯金結構あるの。そうなんですね。まあ、若手芸人なんですが、うん、今の時点200万ほど。まあ、節約節約で。家のものは拾ったものが多いの。そうでもですね、ほとんどが拾ったものでございますね。エコですね。写真。おい、あ、春日さんのお家ですか。そうなんですね。これ写真写ってるのもほとんど拾ったもんですねこれね。拾ったもんですね。あ、なんですかこれは。あ、これゴミ出されたやつを。そうなんです。こうやってあの不燃ゴミで収集できませんというシールが貼ってあるものじゃないとその窃盗になるんで、回収できなかったものを持って帰る。なるほど。春日ギリギリですね。ギリギリといえば。